はいどうも、しんしんです。皆さん、ズームズームしてますかということで、えー、もうね、解禁されたね、解禁、動画、動画なんだ、試乗動画がね、いやー、みんなね、あのさすが、なんていうんですか、モータージャーナリストの皆さん、また YouTuber の皆さんね、もうこぞって、 あの、レビュー動画をね、出してますね。羨ましいですね。私のようなね、底辺ユーチューバーでは、それは叶わないということでね、悲しいんですけども。まあでも、私には友達がいっぱいいるということでね、えー、友達のみんながね、レビュー、市場レビューコメントを送ってきてくれておりますので、えー、それをね、紹介しようと思いました。あの、そろそろ、みんな、見飽きてんじゃないあの、<laughs> 市場動画。もう分かったよ、と。あの、 あそこが硬いとか、あそこが硬いとか、あそこが硬いとかいうの分かったよと <laughs> 思ってる頃じゃないですかと思いましてね、私のようなね、ちょっとこう変なやつ、変な動画見てもいい頃かなと思いまして動画作っています <laughs>。はい、ということで、まずはね、まあ、あの、レビューコメントね、行く前に、一つね、あのー、 まあいいコメントというかねあの、そうだよねって思ったコメントがあったのでね、えー、紹介させていただきたいと思います。あのパンダ子パンダ,パンダ子さんにね、いただきました、こちら、ゴ、え、ミ、ー、ちゃんが動画で CX60 の足が硬いとか言ってましたが、過去の川口学さんとのコラボ動画では、お互いの愛車だったベンツ GLE とレンジをお互いに21 お互いに21インチはゴツゴツするだの。エ、えー、アさすがプリンプリンするだろうとけなし合ってました、えー、モータージャーナリストだって自分が好きな車の他人から見た、えー、多少の荒なんて気にしないってことですねと、えー、購入組の皆様は、えー、オーナーでもない他人の意見に一喜一憂されませんよう願っておりますということでね、これね、ずっとね、あのー、いや、来たからってわけじゃないですよ、ずっと私もね、こう思ってたんですよ、このね、な、 まあ、モータージャーナリストは、ねまあ、いろんな車に乗ってすごいいい車にも乗るしね、あのー、評価が、まあ、辛いとまでは言わないけどもあの我々が乗った感想とは多分違うと思うんですよね、まあ、あのいい車に乗ったことがあるだけにね、うん、だってベンツのさ一番いい車とかあとはロールスロイスなんかにも、ね、乗ったりもするわけですから。 我々、まあ、中には、ね、乗ったことある人いるかもしれないですけど、まあ、ほとんどの人は、ね、ロールスロイスには乗らないしベンツの一番いい車にも乗らなかったりもする中で、ね、新しい車を買って楽しみに待っているというところでございますので一位、まあまあね、感想として、えー、動画を見て。 さらにあの私のようなね、あの底辺 YouTuber ではみんなが乗った車の感想が聞けますので、えー、その辺をね、えー、まあ、なんていうんですかね、フラットに見ていくのはいいのかなと思います。もちろんね、あのいいか悪いかっていうのはね、自分が乗った時に感じると思いますのでね、えーまあ、一気宇宙せずに、えー、楽しみに待ちましょうというところで、えー、レビューコメント、 紹介したいと思います。では、では、行きましょう。はい。まずはね、えー、良介山さん。シンシンさん、はじめまして、いつも動画ニヤニヤしながら楽しく拝見、拝聴しております。えー、初夏頃から CX60 が気になっており、一月前ほどからこのチャンネルにたどり着いて張り付いております。というありがとうございます。 本日8月31日に初商談予約を入れていたのですが、実写はまだ見れないとのことで連絡を受けていましたが、担当さんと挨拶を交わし、一通り話をしている中、実は今朝実写が届きまして見ていただくことが可能になりました。マジですか、と。保険の関係でまだ試乗はできないのですが、まあそうですよね、と。の流れで、実写のを見せていただき、 外装を一周見渡し、エクスポのブラチナコーズメタリックでした。かっこいいと。えー、運転席に乗り込むときに突如、えー、試乗できることになりました。されますかということで、ね、<laughs> もちろんです。当たり前やね。そんなのね。<laughs> ちなみに店舗の方もまだの誰も乗ってないとのこと。というわけで、試乗してきましたと。そして、えー、ちょっと待ってね、えー。感想、私が8年乗っております、レクサス NX300HF、えー F スポーツとの比較になってしまいますが、全体的にとてもワクワクする。えー、踏んだ時のパワー、固めでちょい突き上げを感じるが、しっかりとした接地感。ね、硬めでちょい突き上げを感じるが、しっかりとした設置感。見切りがいいのに包まれてる感。ボーズサウンドめっちゃ良い。リニア設定を外しましょう。<laughs> HUD にタコメーター出せないのかこ、今何速なのかも出せないのかと。えー、メーターパネルにも、 今何速か出せないと。担当者、担当さんは出せないと言ってましたと。など、おおむね満足でした。が、一つどうしても気になる点が、走り出しの挙動です。1速2速あたりの挙動。今まで通りの軽いアクセル、エコ運転がどうしてもかくついてしまい、発足 AT のギア比なのか、慣れるので少し時間がかかりそうです。2速発進したい。ね。NEX のね、300H だからね、ハイブリッドのやつよね。 最初、すごい滑らかなんだろうね、レクサスのね。そして、えー、この c f 6 0はちょっとカクつくということでございます。で、発足 AT のあ、ごめんなさい、私が EV 発信の CVT に買いならされてしまっただけなのかもしれませんが、このあたり、試乗された視聴者さん、視聴者の方がおられましたら、ご意見伺いたいですということでございます。これはちょっと、あの、生の声よね。 うん、全体的にワクワク。で、踏んだ時のパワーで、硬めでちょい付き合う感じですね。で、見切りが、見切りがいいと。そして、包まれてる感、私もあの内見会で座りましたけど、包まれてる感あるよ。すごくね。うん、なんか、高級車な感じがするね。うん、で、坊主サウンドもめっちゃくちゃ良かった。私も聞きましたけど。で、まあそうか、タコメーターが、うん、そうねヘッドアップ、ヘッドアップディスプレイに出せない。そうね。 でも、そう、そこまでいったらすごいよね。メーターパネルいらねんじゃねってなるかもしれないけど。<laughs> まあまあまあ。まあメーターパネルにも今何速か出ない。これね、見たいんだよね。別にどうでもいいっちゃいいんですけど <laughs>、見たいんだよね。<laughs> そこはちょっとね、あの、男心をくすぐるというかね、わかってほしいな。今何速出してるのか知りたいんだよね。うーん。まあ、それは出ないのか。そこはちょっと残念だね。うん。 続きがあります、担当さんとそのあたりの話をしていたら、えー、営業。 試乗会に行ってきた店舗代表上司が登場し話した結果もう一度試乗しに行くことにとえそこからいろいろ問んだ結果担当上司にえ週末から商談たくさん入っているのでグレードと色が決まっているなら生産ライン枠を抑えるためにと素晴らしい営業を受けプレスポブラック一択だったので契約してきましたおめでとうございます <laughs> 11月初旬の生産に乗れるらしく年内の納車で行け,けるそうですと来週もう一度乗って ファイナルアンサーでウィンウィンとのことで長文ダまダム失礼いたしましたってことそんなことありませんよよよかったですねあ <laughs> の早く来るしねうんいやーいいねレビューコメントありがとうございました初めてのねコメントでしたけどもいやーちょっと楽しみね私も早く乗りたいですはいそして続いて s t t e d さん、TAD さんね。紳士さん、こんにちは。<laughs> 先日コメント入れた通り、今朝、試乗してきました。これから試乗動画があふれると思うので、試乗レビューは書きませんが、感想としては、本当に買ってよかったと心の底から思いました。また、試乗したら絶対に欲しくなる出来だと思いますので、これからバックオーダーがすごくなるのではと思います。え先ほどもね、一台売れましたしね。<laughs> あうちのできる担当の情報ですが、メーカーからの通達で7月23日発注分までは9月生産らしいです。なので遅くとも10月半ばに納車できるとのことで、税金も9月登録で切り直しました。いよいよ、えー、納車までのカウントダウンが始まったなと、改めて実感が湧きましたということで、ありがとうございます。コメントね。ありがとうございました。試乗して。<laughs> いや、でもね、私ね、 私の担当営業何も言ってこないんでね今日ね言いましたよさすがに車いつ来るんですか行くのって試乗車ねであのて私が買った店舗には早くは来ないらしくってもっと大きい店舗には系列のねえ来るらしいのでそっちに来たら試乗させてもらいましょうというところでね話が落ち着きました <laughs> ちょっとごねた。ちょっとごねた。もう、もう、ま、待ちきれないと。<laughs> 早よしてや <laughs> っていう感じでね。そう、そしたらね、えーまあ、10日、10日にね、えー、試乗できることになりました。ね、ようやくよ。ようやくもう遅いって私にう。<laughs> 早く乗りたいんだからね。<laughs> 頼むわ <laughs> って感じですけどね。<laughs> はい、まあ余談でした。そして、続いてです。 えー、ナービスさん、シンシンさん、初め,まして初めて投稿させていただきます。ありがとうございます。というか、YouTube での投稿する初めてです。いつも拝見させていただきます。と、これね最初に投稿するの、多分勇気いると思いますが、皆さんもねあのー、ぜひ、ね、お気軽に投稿していただきたいと思います。ありがとうございます。はいそして9月1日に早速 試乗してきましたエク,エクモダのプラチナクォーズサンルーフなしでした20分ほどの試乗だったしそんなに乗れ味がどうとか詳しく分かりませんがいい意味で CX5 とそんなに変わらないというかなんというか <laughs>、えー、運転席からの見切りは左前はボンネットの膨らみで全く見えませんがまあ慣れればなんとかなりそうな感じしました乗ってみるとノングノーズはあまり感じませんでした 目線が高いいかからかなという形ですそしてシートがめっちゃいいというのは感じました硬めですが反発力があってロングドライブは楽しそうです。 楽しそうです。モーターは本当に補助的な感じですが、アクセル離しただけで結構エンジンが止まる場面はありました。また、トルク感がすごくほぼ1000回転そこそこで走ってた感じだったので、えー、燃費はいいんだろうなと感じました。新人さんの生乗りの感想も楽しみに待ってますということで、ありがとうございます。いや、あのね、あのいい意味で CX5 とね、同じような感じだったということでね。で、ほぼ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 、1000 1000回転前後でね、走れるということですので、これはやっぱりね、ディーゼルの大きなね、エンジンの特性でもあるし、えー、メリットでもありますよね。あの、その分ね、楽なんですよね。うん。やっぱりアクセル踏んでいくって大したことではないんだけど、ずっとアクセル踏み続けるって結構疲れるのでね、うん。これはいいね、いいですね。うん。あの ありがとうございました。初めてね、コメントするとなかなか勇気いったと思います。ありがとうございます。これからもお待ちしております。そして、町、町田、町,町,町田、町田ミレーニアさんよね。 あのコメントいただきましたえー、紳士さんこんにちは。こんばんは。報告です。私は去る8月19日に実写も見ないで、25sl パケ 4wd ソニックシルバー内装ブラックを注文しました。おめでとうございます。おめでとうございます。さて、えー、今日ね、えー、今日9月1日の午後、石川県の、えー、北陸マツダで、えー、cx603.3 ディーゼルインライン6。 マイルドハイブリッドプレスポロジウムホワイト内装端の試乗してきましたと。 本社周りのわずか数百メートル5、6分程度の市場でしたが、単内村は素晴らしく心配していた1890ミ、mm、リの全幅は思ったほど広く感じず、えー、FR ということもあって小回りが利き、とても運転しやすかったです。何しろ国内販売の松田車で一番広い全幅なので、うまく運転ができるか心配していたんですからと、えー、ちなみに松田車でこれまで一番広いのは全幅1885のロードペーサーセダンとなります。えーところで 最低地上高1 8センチの車体はまるでセダンを運転しているようでこれまでセダンのみを乗り継いできた自分にとって誠にしっくりした SUV でしたこれはあれだね、うん、あの今まであんまり聞いたことなかった感想ですよね意外と高いんだけどセダンを乗ってた人も乗りやすいということです、はい、そして続きますよ以下ははるか昔の えー、当てににななならない主観的な記憶を元にした感想です最も期待てしていたフロント WS4 ボーンの足回りはまずまずの乗り心地でしたがまだこなれていないためかかつて私が所有して,していて心に残っているミレーニア、えー、4輪マルチリンク、えー、GH アテンザ えー、フロント w シュもね、リア・マジェンクには及ばない気がしましたけれども、来年の2月に自分の車となり、毎日乗り回していれば、必ず、えー、その車両よりも素晴らしい足回りの車になるであろうと予感しました。いいね、いいね、自分にね、なんとなくフィットするようになるということですね、そして時速40キロメートルで走行で6分程度運転しての感想ですので、新身さんにとってあまり参考にならない と思いますがとにかく運転できたことを十二分に、えー、満足した次第です。自分の車になるのがとても待ち遠しいです。ということでコメントをいただきました。ありがとうございました。一応あの写真もいただいたんですけどね、あの一応写真使っていいですかっていうね、あのー、許可の返信メールをね、させてもらったんですけど、ちょっとまだ届かなかったので、コメントのみのね、紹介とさせていただきました。ありがとうございました、ミレニアさんね。いや、これね、 あの私も思うんですけど乗ってるうちに自分の体に馴染んでくるって結構あると思うんであのねそれはあるよね、うんまあ、一発目に乗った時とずっと乗ってるとまた感覚はね変わってくると思いますのでね、えー、その辺も加味していただけたらと思いますはい続きまして カルロ・ヒットマンさんね、どうも明日内覧会の予定でしたが、ディーラーに市場はいつになるかと問い合わせしたところ、今日入ってきてナンバーつけたのこと,とのことで、市場してきました。他のチャンネルで足が硬いと言われていましたが、確かに柔らかくはないです。ただ、不快な入力があるかといえば、そんなことはなかったと思いますが、ずっと。 とホンダ車にに乗っているのので硬さには鈍感なのかもしれません1つ気になったのは20キロくらいまでの低速域はギクシャクした感じがしました仕事帰りに試乗したため帰宅する人で渋滞してたのでスピードを出すことが困難でしたなので再度乗ったときに報告しますということでまあこれねあのギクシャクはやっぱりちょっと出てるかもしれないですね、えー、何人かの人がおっしゃってるしで硬いっていうのはねあの前の車何に乗ってるか にももよよるかもしれないですよね、うん、まあ柔らかめの車に乗ってれば硬く感じるでしょうしスポーツカーのような車に乗ってればまあ同じような感じかなと思うかもしれませんしねその辺はまあなんとも言えないですけどもねただギクシャ感はちょっと出てるっぽいね、うん、ちょっと残念だけどねあの私昔あのえっ、ー、とワーゲンね ワーゲンのパサートって乗ってたんですけどそれはねあのデュアルクラッチというね、えーまあ、ギクシャクすることで有名なデュアルクラッチに乗ってたんですけどねやっぱそれはクギクシャクしてましたねまあそれとはちょっと違うのかもしれないけどもあのもしかしたらねあのモーターとの連結とか、えー、そういうことでギクシャクするのかもまあ私乗ってないんで分からないですけどね、えー、それかもしれないですけどねまあ多少ちょっとそういうのがあるのかなと思います。 そして、スーパーデックさんさんね。えー、本日 CX60 プレミアムモダンロジウムホワイトを試乗してきました。すでに出ているゴミさんの動画で3、40キロの低速で乗り心地が悪いとの指摘があったのですが、乗り心地で満足している、えー、ラブ 4PHV と比較して特段悪いとは感じませんでした。これは、これは。うん ゴミさんほどのと感性を持ち合わせてはいないので、かえって幸せなのかもしれません。車の取り回しはフロントノーズが長くなっているのが気になりましたが、実際に走らせてみると特に問題はありません。 でした試乗後に販売店の駐車場に360度モニターを使って一発で駐車でき、セールスさんにうまいと褒められました、スーパーなどの駐車場で問題なく止めることができそうです、加速性能ですが、0106秒のラブ 4PHV と比較すると少し物足りない感じがしますが、十分な速さでしょう。 マツダはオーディオにこだわっているというので何、いつも聴いている曲の入った USB メモリを持っていきましたが A から C 変換アダプターを使っているせいか USB メモリが認識されませんでした C 端子の USB メモリを購入する必要があるかもしれません最初にドライバーパーソナライゼーションシステムでおお言うた今 <laughs> 運転位置を決めましたが、えー、ドアミラーと椅子の位置をずらさないと自分の最適位置になりませんでした。ドアミラーと椅子の位置をずらさないと自分の最適位置になりませんでした。これも最初の1回だけの作業なので、えー、うまく自動調整ができなくても問題ないでしょう。良い車でした。えー、9月末頃に印鑑証明が必要と言われました。CX60 の写真は撮りましたが、9月15日まで公開しないでほしいと念を押されました。ということで。えー ありがとうございました。はいということでね、えー、あの何ですか360度モニター、あれはね、多分使いやすいんだろうなという感想もいただきましたし、0100、えーまあ、加速はね、うん、ディーゼルなので、最初は多分早速いと思うんですけどね、だんだんこう伸びが足らなくなってくるような感覚はあるとは思います。はいそして、えー、オーディオですね、オーディオちょっと決め決決め決めたゃ <laughs> あの 聞けけなかったらしいんですけども、ねえー、まあ多分ね CX8 とか5私乗の乗ってるね CX8 より全然いいような、えー、感じがしたので、まあ、音源にもよるかもしれませんが。 そこはね満足いくものであると思っておりますはいということでね、えー、今日はね皆さんというか視聴者さんのね、えー、友達のみんなの、えー、市場レビューを紹介させていただきました皆さんどうお感じになったでしょうかいろいろね動画あの市場の動画出てるとは思いますがねまいろいろな、あのー、方のね市場レビューとあるとは思いますが <laughs> あのここで紹介したのは我々一般 一般のユーザーの生の声ですので、えー、こちらの方に参考していただい,にして,い,ただいて、えー、まあご購入検討されている方、もしくはえ早く乗りたいと思っている方はね、あの参考にしていただければと思います。はい、ということで、今回の動画は以上となります。この動画ね、参考になったとか、えー、よかったとか、えー、お前、YouTube やってるのはもっと早く乗れよと, <laughs> と思った方はね、乗れないのよ。 思った方はねあの、高評価並びにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。